今日の下着はこんな感じです。ミントカラーの下着になっているんですけど、刺繍がね結構可愛らしくて、グレーと白と青のね刺繍がされていますね。デザインが可愛いですよね。こんな感じです。では下も紹介していきます。下はこんな感じです。下もね同じデザインの下着になっているんですけど、まあ、ここの刺繍がね結構可愛らしくて、お尻のねここの部分にレースがされていてね、すごくワンポイントで可愛らしいデザインになっています。こんな感じです。ではチャイナドレスに着替えていきたいと思います。今日はこんな感じでチャイナドレスに着替えてみました。どうでしたか？よかったらコメント欄で教えてください。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録お願いします。ゆいの秘密の動画がコメント欄から見れるので、よかったらそちらも覗いてみてください。今日はありがとうございます。ゆいでした。